千原さんってなんていうのかな、すごい優しいじゃないですか。雰囲気とか会った感じとかも柔らかいし優しいし、それ今初めて見た瞬間 YouTube で見た通りだな、もう YouTube よりもっと優しいなっていう印象を受けたんですけど、雰囲気が。だけど活動してる時とかって本当に強いじゃないですか。 Twitter にしてもしっかりとこう、これは自分に正義があるとか軸があるって思ったらゴーっていかれるじゃないですか。あれすごいなんかちょっと恐怖感を感じるぐらい鋭い部分を感じることがあって、なんでそんな強くいられるのかなっていう、もともと母親も優しい子だと、はい、姉と二人きょうだい、だから自分でも本当優しい人間だと思います、うん、もっと言うと子供の頃とか若い頃は気が弱かったかな、だからもうなんとか真面目に働いて、はい、生涯サラリーマンをちゃんと定年退職してっていうことを考えてた人間なんで、ただその NHK と戦わなきゃいけないってなった時に、はい、戦うっていうか悪いことをしてますので、自分がお金もらってるのは国民視聴者だから、もし NHK が国民視聴者を裏切ることがあったら戦わなきゃいけないって自分に言い聞かせながら内部告発をしたことして戦ったんだけど、弱すぎてしまった。だからうつ病に病気にもなったし、ただそこで自殺しようと思ったんだけど、もう何度も思った、体も痛いし痛くしんどかったんで、でそっからはもう強くなるしかないと思って。それと調べる数が違いますね。もうまさにそうだ、本当動物も好きだし、はいはいはい、弱い人を見ると助けたくなるし、んなんかその両極をだから持たれてるし、 あと普通に思うのは今って多分執行猶予中じゃないですか。あ、そうそうそう、はい、執行猶予中ですね。まだ確定してないんだけど、そうそう、でも実質は執行猶予中です、はい、今ステータスとしてどんなんやろ。控訴してるの。控訴してるので、来月。あ、そうかそうかそうか。ただまあ、よほどのことがない限り、3つの罪があるので、はい、まあ、完全に無罪になるということはほぼほぼない。執行猶予になったら、ちょっとおとなしくしないといけなくなるんですね。あ、そうそう。だから、おとなしくしようとは思ってるけども、かといって別に刑務所に行くことを怖いとは思わない。でも怖くないですか。いや、だからそれをほとんど多くの人は怖いと思うのは当然なんです。でも55歳で刑務所に行くことについて冷静に考えたのね。刑務所って一体どうなるんだろう、そうすると食生活がすごくきっちりそれ正しくなって、ある意味きっとダイエットもできるだろうし、今ダイエットは自分と知れないけど自分と会話する時間とかも増えるから。いや、まあそうですけど1週間とかの話じゃないですよ、いや、だから怖くないかって言ったら怖いんだけど、でもじゃあ百叩きの刑とか死刑引き回しとかじゃなくて、別に悪いことをしてるとは今も思ってないわけ。正義のために誰かがいじめられてるから、簡単に言えば NHK の前で前に何しろって言ったらそれが業務妨害になってるから、じゃあこのままそれを刑務所行くのを恐れて活動を止める勇気があるか、むしろそんなことをする勇気があるかって、それはない。なるほどなるほど。そんなことをするぐらいだと死んだ方がマジで。なるほど、そういうことだから弱者を守るために自分のためにやった犯罪は恥ずべきだけど、自分のためにやった犯罪なんて一つもないので、だからこのまま刑務所に行ったとしても、もう別に死ぬことと考えたら、だからそれこそ死ぬこと以外はかすり傷みたいな、だからそれはもう地で言ってるから、なるほど、ね、だから執行猶予期間だからといって何かおとなしくしようっていうのはなるほど、ないんですか。ないね、それはない。すごいな、そういう意味じゃ自分で車も運転してるし、あ、ちょっと森田殺しちゃって、はい、ちょっとだから頭おかしいんだよ、ちょっとおかしいっすね、それは一つネジをわざと外したかな、あ、じゃあ元々は外れなかったか、だからこの間もちょっと暴力団の人が電話があって、はい、その普通だったら、うん、あいつの玉取ってこいとかいろいろ言われて、はい、こう今なんていうかな、独特の脅しなって、お金が欲しいのかよくわからないけども、でももう途中から完全にこっち側が録音しますねって、怖いからとかって、もし具体的な国の名前出して言ってきてる以上はみたいな、もう警察にちょっと相談に行くのでみたいな感じで、で言ってたらやっぱ、あ、もうちょっとどっちかって謝罪のメールが来てる、もう平和に暮らしたいからもうこれ以上扱わないでくれ、まあここで言っちゃってるけど、まあでもそういう暴力団の脅しとかに対しても怖いと思わなくなっちゃってる。若い頃は絶対怖かったと思う。あ、ありがとうございます。なんか怖いもんないんすか。いねえって、本当ですか。55歳になったからいつ死ぬかとか考えると、もうそんなに長くないとかっていうか、もうとにかくやりたいことをやっていこうとしか思ってないから、なる
るんじゃん、これ。本当そうだよね。怖いものもないし、あんまりこれやりたいことを得るのないか。なんかその、あれなんですか、政治活動って、僕、なんていうんですかね、ほぼほぼ対局として意味ないとか、ほぼほぼあんま影響を与えられないだろうみたいに思っちゃうと、そもそもやる気が起きないタイプなんですよ。実現可能性を結構計算してるんですけど、ああ、例えば政治とかになると、その立花さんとかやられてる活動とかって一向して本当に大変だと思うんですよ。いろいろやろうっていう、爪痕をやっと残せるか程度とかだと思うんですね。まあ、今回のガーシーさんとか破壊力はすごいあると思うんですけど、もうなんでそんなに情熱を傾けられるのか、はあ、なるほど、あまりやってもやんなくて意味ないんじゃないかみたいに政治って思っちゃいようなところがあって、ね、ね、うん、やっても無駄かなみたいな、うん、だから、うん、なんだってなかなか変わんないじゃないですか、うん、短期目標と長期目標を立てる癖があるから、うん、だから実は1年2年とかで見たら絶対変わらないけども、はいはいはい、その10年、20年、もっと言うと、うん、やっぱりいつか死ぬっていうか、もうすぐ死ぬじゃん。もうあとどんな長く生きても50年、30年、50年、無理。でも100年後、500年後、1000年後の人類に認められたりとか、意識されたりとか。その、なんか歴史欲取れてるんだけど。だってお金をいくら稼いでもあっちで持っていけないじゃん、うん、でも自分の肉体が滅びて死を迎えた後も、その生きている人たちが、令和の時代、平成の時代に立花隆という人がいましたって語り継がれた欲求が強い。もうそっちが強い。だから今、豊臣秀吉が織田信長と語られているように、うん、そっちに行きたいから、むしろあ、なんか刑務所に行ったような投獄されたなんかっていうのがすごく逆にプラスになると、プラスになるからだからむしろそこに関しては行きたいぐらいの感じ。その欲求ともちょっと違いますし、うん、もう三崎君理解できますよ。いや僕は、いや分かんなくないですよ。僕の場合は別に死んだらもうそこで終わりじゃないですか、うん、だから残したところで自分が確認できないし、うん、っていうふうに思っちゃうんですね。現実的になっちゃうんですよ、うん、あの残したところ確認できないけど、やっぱり豊臣秀吉とか織田信長とか、うん、その徳川家康、まあ、いわゆる彼らもある意味歴史、あの、うん、政治家なんだよね。でだからいつまでもそう語り継がれるような、なんか目標ないと人間って楽しくないじゃん、うんうん、